三人どうもよー近い土屋さん、まあ、事実上の決勝戦が見れましたけど、いやすごい、改めてどうですか。いや本当にこれが事実上の決勝戦だよ。そうですね、だって今の差見てたらコンマ 1,2 秒だよ。テリーさん、まあ、改めて全試合がまず1回戦が終わって、うん、タイムを見ながら気になる後半の大学、ね、慶応ですよね。やっぱ慶応ですか。慶応がまさかあそこまでね、はい、1分31秒本当に縛るとね、本当に差がほとんどないじゃないですか。はい、これは最後はもうここからですね、精神力が出てきますね。これってどうなんですか、実際ね。例えばこれだけもほとんど差がないじゃないですか、島野と慶応の、はいはい、これはどういう気持ちになるんですか。本当にその集中力がほんの少しでも緩んだチーム、車が負けます。そうだよね、それぐらいもうコンマ差の世界だって。ワンミスだよこれ、はい、ワンミスね、同じ31秒2と31秒7だから、はい、ワンミス、ワンミス、コンマ6秒だもん。芝浦も慶応もミスなかったような感じがするんですけど、いやもちろんもちろん、そうですね、うん、まあ、あとはそれだけ、まあ、接戦になるってことなので、うんうん、いやこれは面白いよ、ね、同じ31秒台はめっちゃ面白い、ね、これいいですね、実質の決勝です、ね、優勝決定、これ場合によっては20秒台出る可能性もある、まあ、もちろんあります。いやだって芝浦なんか31秒18だから、うん、下手すりゃ30秒台入るよ。はい、そうですよね。いやちょっとね、この準決勝のまずは1回戦でその芝浦と慶応が当たるという、まあ、構図になりましたんで、はい、まあ凛太郎さんどうですかこの構図。そうか、的にはどっちもターンがうまかったんですけど、はい、FR と FF で駆動方式が違うのにどちらも綺麗なターンを決めたので、うん、その辺もちょっと注目したいなと思います。今回は同じ学校の中でドライバー変えるっていうのはダメなんですか。そうですね、実はあの学校の中でも何人かドライバーを用意してて、予選でも違う人が今最初出してる。誰が来るか分かんないってことですか。そうです、そうです。あ、なるほど、同じ人かもしれませんし、ちょっとそれは分かんないよね、変わるかもしれない。さあここから準決勝に入っていきます。第一試合、まず芝浦工業大学は下村渉選手、そして慶応義塾大学は坂田圭也選手、まあ31秒台の対決となっています。これはね、もったいないね、ここで戦わせちゃうのは、まあ、ね、実情のね、優勝決定戦かもわかんないですけど、はい、だって31秒台同士だからね。すごいな、ね、これは面白いよ。まあ、その差は本当に0コンマ6秒ぐらいしかない。そうそうそう、まあこの2人はね、何も言えないわな。なんか言うことがあれば、まあ今回に関しては何も言うことない。何も言えないですね。山田康介よろしく、何も言えないですね。まあ喋ることすらもう、申し訳ない。さあ、では、やっていきましょう。準決勝第一試合、スタートになります。3、2、1、スタート。さあ、同じぐらいの立ち上がり、目の前にいたのは芝浦工業大学。この芝浦工業大学、3人ともマリオ、1秒ぐらいでしょ。いやこれ早い。ないか。1秒ぐらい。コンマ1秒ぐらい。
や、土屋さんは事実上の決勝戦の見方しかしない。いやいやいや、すごい。改めてどうですか。いや、本当にこれが事実上の決勝戦だよ。そうですね。だって今の差見てたら、コンマ 1,2 秒だよ。いやちょっとね、パイロンを実は結構しばらく出たけど倒したので、まあ、それをパイロンタッチは、土屋さん、パイロンタッチはプラス1秒。プラス1秒。あ、じゃあまずはね、それなしの。さあ、出ました、それなしの。はい。うおぉ、まずは29秒入ってるよ。1分29秒、6分29秒台。そして慶応義塾大学1分29秒19。すごい。そしてまあ大変申し訳ないんですが、パイロンプラス1秒で柴原工業大学は1分30秒69という、はい、いやでもまずパイロンの倒しがなくても土屋さん慶応、あ、ね、すごいすごいです。慶応技術。テリーさんこのタイム。すごい。すごい。これちょっと。これすごい。改めて。何ですかこれ。これ。いやこれはさ、これ面白い。これすごい、改めて。慶応すごい。いやいい、いい戦いだった、素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい。こんな面白いレースを、え、誰がコース作ったちょっと教えてもらって、誰がコース作った。僕です。あったかい。ただ。今回作っただけです。はい、8秒遅いからね。コース回収なんだね。今回作っただけでも。スコートもね、やっぱ自分のものにしてる車らしいよね。手、うん、足のように操る。慶応かっこいいな。かっこいいですね。かっこいいな慶応。いや竹本さんどうですかね。レコンマ5秒差の。いやもうマジでこうやって手に足が。出ないよ。じゃあもう一つの山がありますね、はい、日本大学が出てきますよ、テリーさん、はい、日本大学対立教大学のこちら準決勝2試合目、初めて参ります。日大来ましたね。いいです、母校ですよ、母校ですよ、頑張ってるよ、ね、準決勝第2試合になります。日本大学大谷康平選手対立教大学我妻優選手でございます。車的にはイージーが有利かな、はいはい、やっぱシビックタイプ R はさ、ね、こうちょこ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 いけるよ、はい、だからポロがどこまで食い下がるか、そうですね、そう、いやその、まあ、走り、まあ、ちょっとポロはまたね、さっきとは違うところからスタートになりますんで、ね、また景色が変わったのがどう影響するのか、カラーリングだけ見るとポロの方が速さなんです。そうですよね、でも予選もポロの方が速いんですよ。そうですね、ああそうか、なるほど。ただちょっと先ほどはね、自分たちのペースが少し崩れてしまった1分41秒19という、うん、まあ、タイムだったので、それが、ね、ここで修正できるかというところも注目の準決勝第2試合始まります。はい、3、2、1、スタート。さあスタートしていきます。まず我々の前にやってくるのは白です。この真っ白なシビックがやってきましたよ。まずはこのテリーさんの周りをコンパクトにまとめています。はい、さすが本田タワー、進まない進まない、はい、さあそして今度は奥からやってきましたよ、ポロです。立教大学がやってきました。うまい、乗り上げながらスピードを乗せて、さあそのポロサイドから頑張れ頑張れ、ここは少しオーバーになったか。そして奥を見てみましょう、奥来ましたよ、シニックが少しオーバーになっているか、ちょっとミスってる中での、しかし取り戻していきます、取り戻していきます。さあまっすぐやってきました、シニックがライトアップされています、ライトアップされています、ライトをつきながら駆け抜けていきます。悪縁が増してる、悪縁が頑張れ頑張れ。あ、でも向こうも苦戦してますね、向こうも苦戦してますよ、リビットもサイドが近い、さあどうだどうだ、速いポロ、さあポロがこれで追い上げて、どうだどうだ、ここはシビックシビック、シビック1台、やはり1台でしたかね、これは排気量のかな、いやホンダ強くないですか、これだって決勝戦これでホンダ同士になっちゃう、あーそうかそうですね、やめた方がいい、やめた方がいい、壊れる壊れる、リング行っちゃってるぞ。あ、これちょっと決勝のこと考えないとね。まあ、学生なんでその辺。リング行っちゃってるぞ。いや
やポロ頑張ったよ。いやすごい。まあテリーさんいかがでしたか。ちょっとやっぱり、うん、やっぱテリー人形のところみんなね。いやそあのねテリー人形に入るときですね、はい。そうですね。入るときにあまりちょっとなんかね気合い入れて入っちゃうと膨らんじゃうから、うん、ちょっとやっぱ、ね、我慢する。うんおタイム出た。さあタイムが出ました。日本大学1分35秒81そして立教大学1分38秒38となりました、はい、約3秒差、うん、ここはちょっと差が出ましたか、ね、そうですね、まあ、でも頑張りましたよね。いや頑張ってる頑張ってる頑張った。あれさんでも改めてこの差っていうのはどういうところになったと思いますか。いやもうやっぱりもう終始一貫してやっぱテリー人形さをいかに攻略できるか。結局その合計で4回回らないといけないので、はいうん、やっぱその1秒でも2秒でもそこで差が出るとそれが最後まで響いてきちゃうので、うん、どれだけコンパクトに綺麗に回れるかっていうのが一番、うん、まあ土屋さん決勝になりますけども慣れてきてるから、はい、やっぱ進入速度は速くなると思うよ。あなるほどなるほど。そこがミスが出るところ、うん、逆にね、うん、さあいよいよ決勝に入っていきます。はい。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。決勝戦でございます。イエーイ。さあ慶応義塾大学対日本大学の、まあ、決勝戦になりますけども、先にですね選手の皆さんのインタビューをちょっとしていただこうと思いますんで、はい、まずは慶応大学藤木さんよろしくお願いいたします。はい、こちら慶応義塾大学の坂田さんにインタビューをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。どうですか意気込みは。そうですね、自分の車のパフォーマンスを発揮できるように、頑張りたいと思います。特に注意するポイントとか自分の中でありますか。やっぱスタートが地味に結構差がつくポイントだと思うので、トラクションをうまくかけながらフロントタイヤと相談しながら走りたいと思います。では続いて日本大学桐島さんよろしくお願いします。では日本大学の大谷さんにインタビューしたいと思います。では意気込みをお願いします。そうですね、ここまで来れたのは本当に自分の中でも予想外だったんで、もう伊藤さんと土屋さんにもう素晴らしいってもらえ言ってもらえる走りをできたらなと思って頑張ります。後輩ですよ後輩、うん、はい頑張ってね。後輩さんですもんね。はい、はい、頑張ります。お二方ありがとうございます。ありがとうございました。準備に入っていただきましょう。さあ決勝戦が始まりました。泣いても笑っても2周で終わりです。うわー立ち上がり、いやー自分も速いけどこの速度でこの速度で大丈夫か。しっかりブレーキング、うまい、いやーうまい、今までで一番近い、すごい、うまい、ブラックの車が回っていく、自由にまさに自分の車を向かっています。さあそしてもう一台の清水下りてきた。さあここの進入速度優勝されました慶応義塾大学坂田慶也さん、おめでとうございます。すごかったですよね。それでは、まずはですねトーフィーの贈呈を、新井さんからよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。
続いては六色、はい、おめでとうございます。そうですね、まあ、勝てたことは非常に嬉しく、また路面のコンディションも後半の方は合わせられたのかなというふうに思いますが、ただ何点かミスがあったので、今後はそういうことがないように走っていきたいと思います。これからレース活動も就職とはまた別にやっていく、うん、そうですね、はい、基本的にはずっと続けていこうかなと思います。そうですね、はい、またすごい才能ですもんね。ありがとうございます。頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます、はい、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、学校対抗ルーツ車の話し合いはいかがでしたでしょうか。こういうさ、なんか一足二足のコースなんてまず走んないじゃん。ないっすね、一足入れたことないっすよ、ね、サーキットで。まあでもね、こういうね、まあ、ジムカーラーっていう競技があることも事実ですからね、うん、その中でやっぱりこうやってね、うん、まあ、今回の企画本当に面白かったと思います。そうですね、はい、逆にこれをもっとパワーアップして、うん、でこの番組を見てですね、全国の大学の皆さんがまたこの番組に出てもらってですね、もっと腕を競ってもらって、はい、本当に僕は箱根駅伝のようにね、うんうん、大きく育っていていただければ嬉しいなと思いますよね。甘い。だってあの慶応義塾見た、うん、ね、あんなのプロだよ、あの大学生。あんなのいたら俺出たくないもん。いや、わかんないですよ、まだまだね、全国にはすごいですね、レーサーの方たくさんいるかもわかんないんで。かもしれない。そうですよ、うん、だけどそういうやつは全日本出てるから、うん、楽しみじゃないですか。で、ここからまたね、まあ確かに一流のね、はい、選手が出てきて、ジムカーナがもっともっとスポットを浴びるっていうことは、うん、いやだけどさ、大学対抗面白い。面白いですよね、うん、面白いね、うん、ぜひやってもらいたいと思います、ね、また新さんあれですね、はい、違う例えばカテゴリーというか、まあ、このコースとはまた別な、ね、形で、じゃあ次回はこんな風にしようってことをね、今度みんなで話し合っていくのもありますよね。そうですね、まあ、今回実際にしっかりイベントとしてできたので、うんうん、まあ、学生に聞いてどこが良かった、どこがもうちょっとやってほしかったっていうのを聞いて、うんうん、さらに次へ行かせたらなと、うん、そうですね、いや本当に、うんね、どうですか、アケちゃん。いや楽しかったです。見てても分かりやすいからやっぱり楽しいので、うん、全然車に興味がない人もワクワクできると思いますよ。そうですね、うん、それ分かりやすいですよね。そう、うん、やっぱそういうファンをね、こういっぱい獲得しないとモータースポーツも広がっていかないので、ね、特に、ね、若い人がさ、こうやって車に対してなんかね、身近に感じてくれるって、うん、本当に、ね、僕たちも嬉しいです。じゃあ本当、ヒロ君もいい案持ってきてくれましたよね。あ、ありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございました。ね、はい、WRC の本番車持ってきて負けてんのよ。いいじゃないですか。静かにしてください。もう何も言えない。いいじゃない。何も言えない。これは気づけないでください。今度は 4WD でやるってさっき言った。いや、もう土屋さんにもうすごい煽られるんで、次こそ 4WD ターボで、もうハーツなきまでに学生たちをぶちのめしてやりますよ。大丈夫、言っちゃって。ヒロ君、やめとこう。今日はもうやめ。負けたらどうすんの、負けたらもっと早くるもんね。罰ねえんだ、罰ねえんだ。次回も勝つまでやりますので、お楽しみに、はい、ありがとうございました。はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。